吉野三郎人丸塚。陰国された仏像がわずかに見える世尊寺跡は、かつて奈良県吉野町吉野山小森に存在した寺院の跡。寺院は吉野水分神社の北に位置し、現在の花やぐら展望台付近にあったとされる。世尊寺は吉野山金峰山寺の達中で、釈迦如来を本尊とし、三号を和尾山と申した。 寺跡にはわずかに盆昇と一とまろ塚と呼ばれる石造物が残る。和衆吉野さん、かつ刑図によれば、境内には小森塔と呼ばれる宝塔があったようである。明治の神仏分離により荒廃して廃寺となったが、本尊の釈迦如来立像は、金峰山寺の座王堂に安置され、本尊の脇寺であった阿南、歌唱尊者像は、同時の観音堂に安置されている。また、 世尊ン寺旧造のアマテラス大神像、エビス神像は、大阪山宮エビス神社、同系神座像は、吉野山内の竹林院に保管されている。以上の仏像、神像はいずれも鎌倉時代の作である。世尊寺跡に残る盆晶は、吉野三郎と、通称される、英略元年の中像、金身の高さ160センチメートル、竜図を含む、総高207センチメートル、 合計123センチメートルの大型章である。金身は上部の小道が小さく、裾広がりの形態を呈する。上帯と下帯には唐草分を出する。池の間には幼虫と陰国による銘があり。その内容は、英略元年の中造時の銘、法園六年に中造された旧章の銘の写し、及び還元二年に竜図を修理した蔵の銘に分かれる。によれば、 公園6年に平野忠盛がつくづく銅を侵入し鋳造させたものであったが、小生が小さいことから20年後の英略元年に改中したものである。さらに、還元3年に竜図部分の逸着をしている。制作年代の明らかな平安時代末期の盆章として、ケウのものであり、重要文化財に指定されている6月27日に指定。現在は、 コンクリート製の手楼に収められている。本称は俗に、奈良太郎、高野二郎と合わせ、吉野三郎と称される。案内版によれば、正体不明の仏像石で、かつてあった五輪塔か何かの一部だろうと考えられている。人丸塚の名称の由来も不明で、この石に岩をかけると子供に恵まれるので、人生丸塚とか、火を防ぐ呪力を秘めているので、人丸塚とも伝えられている。 近鉄吉野線吉野駅下車。吉野ロープウェイに乗り換えて、吉野山駅から徒歩約1時間30分。花屋蔵より、南、吉野展望台の南側にある小高い丘の中原に、盆昇、山頂に、人間まろ塚がある。1、北緯34度21分19.8秒、東計135度52分19.4秒。ありがとうございます。